沖縄とそして島根の争い、沖縄と島根の争い、その前に島根が来ました。そして沖縄と山形、沖縄大健闘頑張りました。最下位を出しまして40番目でゴール、そして41番目は山形。昨年国体を開きました山形、41位、桂高校3年の遠山、山梨県が42位、新潟も中学生と高校生、大学生のみでした。新潟ですね、男女ダブルスそれぞれ金メダルを、そうですね、バルセロナ取ってます、はい。ちょっとインドネシアペアにミスが続きました。ダブルスは、はい、じれてくるんでしょう ね、 そうですね、インドネシアペアも、はい、いくら打っても返しても相手がそれ以上にラリーをつないでくるということで、確かに守りがいいですね、はい、そうですね、よく周りで言われるのは、はい、その攻撃力というのは、はい、上からスマッシュを打つスピードだとか重さだと思ってるんですが、それだけアタックと言いますか、スマッシュよりレシーブが早く返ってくるというような、そうですね、まあ、もう まあ、ダブルスはサービス権が2回あります。したがってファーストサービスを何とか早くブレイクしたいというところですね。これでセカンドサーブ時代から知ってますので、はい、しかしこの2人はですね、なんと言いますか、ジュニア時代というのはコーチもいませんので、はい、まあ、試合を決勝に来る選手というのは目に見えないところで練習はしてます、やってました。やっぱり人の見て一気に 6-1 となりました。やはり第一ゲーム気楽にといいますか、まあ精神的には楽です。まあ、ある意味ではあとは自分たちのプレー、はい、徹すると韓国選手は、この若いギルのスマッシュも非常に力強いですね。そうですね、ストレート。要するにダブルスの特色はですね、はい、ドライブの応酬といいます。7-1、ダブルスの場合にはサイド、最後決めたのはギルヨンガ、8-1。本当に何て言いますか、バドミントンもですね、ええ、用具が改良され、はい、そして 100g 前後のラケットで 5g のシャトルを打ってるわけなんですよね。そういう意味ではラリーが、この韓国のペアの優勝というのが3回ありますもんね。 そのうちの2回はこれからサービスを行う 9-1。 そういえば池田さんもパートナーを変えて何度も優勝しましたから、いやいや、それはあくまですから、ぜひこういう試合を見てですね、はい、大きな夢を持って、まあ、日本第2ゲームはインドネシアの、こちらはインドネシアのリリ・タンピは155センチという小柄な選手、ようやく2ポイント目が入りました。身長も体型を持ってる、そんやはり下打つ向きがある、下を向く、本人は向いてるつもりが、周りは胸を張って歩いてるというようなことを言われてたんですが、やはり世界で、でもトップレベルの選手は相当世界のいいところまで行ってますからね。そうですね、しかしあとは本人たちが、なんていうの、表彰台に乗りたい、タイギルがミスしました。終わるまでと胸の中に、心の中に収めて、それをなんて言いますか、凝縮して持ってるわけですね、使いと思います。5-14、相変わらずピンチは続きます。韓国ペアの優勝です。チュン・ソーヤン、ギル・ヨンガ組、韓国にとりましてはこの女子のダブルスの優勝はジャパンオープン通算の4回目、そのうち